はい、皆さんこんにちは。大切な時間を割いてお越しいただいてありがとうございます。今日は基本的なことをやりますので、そしてまた基本的なことを YouTube でもアップしますから、無料 YouTube ぜひご覧になって何回も勉強してください。で、最初はこの命の鎖栄養チーム、成長と生命維持の栄養チームの栄養の話です。で、これは日本の栄養の話とちょっと違うんですね。だから病院などでやっている栄養学、みんなカロリー栄養学ですね。でね、それがもうカロリー足りない人日本にはいないと思いますよ。で、カロリーが多いと病気になる、そんなこともないと思いますね。油をたくさん取ったら病気になるのかどうも違うらしいですよね。そういうこともいろいろこの基礎を見ていくと分かっていきます。で、基本はこれです。要は What you eat ってですね、あなたはあなたが食べたもの、飲んだもの以外のものからは何一つ作られません。で、これは学問的に真実ですっていうことです。で、このロジャー・ウィリアムスという先生がこれをもうずっと唱え続けてき、ました。で、やってきたわけですね。これはイッセル博士とポーリング博士ね、はい、でね、ロジャー・ウィリアムス博士がね、これもまたねすごいメッセージでしたよ。私はあなたが正しい栄養とその可能性全部について熱意を持って世界中に広めることを期待します。そして健康という分野で医学者たちから長い間無視されていた事実が広まり、多くの人に恩恵がもたらされることを、さらにこの事実を他の人々に知らせ、力の及ぶ限り理解され続け、人々がより良い健康を手に入れることをっていうわけです。で、私はこの栄養の勉強をする前はね、あの20代の頃なんて薬一番多い時24歳で14種類ですから、もう脳麻痺から皮膚病から胃腸障害からいっぱいですから。で、今はどうなってるの、今薬ゼロですから。で、結構元気でしょ。こういうことが可能だってことですね。だからぜひね、諦めないでいてください。マインドが諦めたらもうおしまいですけど、諦めない限りなんとかなります、はい。で、目的は長生きしましょうってことですね。あの、いずれ死んじゃうんですけど、あの急がないように、はい、急がないでゆっくりと元気でいこうということですね。でね、いろいろ取り組んできて言えること、自然療法の基本原理って言いますか、自分の力をこう盛り上げないことにはどうにもならないわけですよ。薬だけでね、ガッってこういうふうにならないんですね。そうするとこの体も脳もね、自然注力を引き出す原理っていうのは刺激と反応ですから、だからバンって刺激されて、あの腸内細菌でも同じですよね。悪玉菌と善玉菌があって、善玉菌 100% になったらどうなるの、死にます。そんな人間一人もいません。両方ほどほど必要です。リンパ球の TH1、TH2 バランスが必要です。片方だけ絶対ありえませんというね、そういう反応のことですね。で、あるレベルの栄養状態、健康状態でないと刺激と反応の相互作用が引き出せないだろうと思います。で、これは知っていただきたいのもね、ある程度きちっと栄養補給をして、タンパク質やミネラルやビタミンやとこの後言いますけど、そのあるレベルの健康状態がないと刺激反応できないということです。例えばサウナに入ったことあります？健康な状態でサウナに入って、そして水風呂ダボンと入っていいですよね、ベリーグッドですよね。ところがもう熱が40度も出て2日も寝込んでヘロヘロの人を水風呂入れちゃいって入れたらどうなります？それでパッてなる人もいるかもしれないけど、死んじゃうかもしれないじゃないですよね。だからそういう意味です。だからある程度のレベルを保ってないと刺激と反応、ポリミシス効果なんてないんだってことですね。ってことを知っておいてください。だからこれを知らないとね、ホメオパシーだって役に立たない、ワクチンだって、ワクチンはやらない方がいいと思いますよ、いいと思いますが、あるレベルでいたらワクチン反応大丈夫だと思いますよ。でもこんな健康レベルが低かったらワクチンでやられちゃうっていうことですよね。だからワクチンやって100人が100人全部おかしくなるわけじゃないわけでしょ、という事実も見なきゃいけない。で、温泉入ったってサウナ入ったって、あのね、体力ない時には、ね、温泉だと入れないから、入れませんよ、全然無理ですよ、うん、というね。だから少しの薬も少しの酒も、少しの酒ですよ、
少しの、これコーヒーって書こうとしたらなんで紅茶なんだこれ少しのコーヒーはい、そこでね、健康の基本は日々の栄養摂取であるってナイアシンのホッファー先生が言っています。それから栄養不足や飢餓の状態では体も脳も医学的治療に反応することができない。つまり栄養足りないとね、薬効かないです。ですから相乗的にこうレベルを上げていかないといけないですね。だからそういうセンスだってことをね、ぜひ知っておいてください。でね、こういう病気ほとんど栄養が足りないんだろうって見るべきです。薬を飲むなっていう話じゃないんですよ。薬で抑えるだけ抑えていいんですけども、あのね、相変わらずパスタにうどんに菓子パン食べながらなんとか治そうって無理だと思います。ね、あのね、癌、高血圧、糖尿病、心臓病、動脈、これなんかもほとんど動脈硬化ね。これ怖いのはね、心臓病から何からみんなこっから始まってますよね。心臓病から脳卒中からね、もうこういう生理痛、生理不順、若い子見てください、もう目つぶって石投げても当たりますよ。それぐらい多いですよ。でね、こんな国になんでなったのって、なんで真剣にお医者さんは考えないんだろうね。日本のお医者さんとか何とかってみんな悪くなったりいらっしゃいって話でしょ。だから悪くならないようにすることには関係ないんですよね。お巡りさんも同じでしょ。被害が起きたらいらっしゃい、それまではどうぞ被害受けるんですよみたいな感じねちょっとふざけた国だと思いますよ僕。慢性疲労、精力異常倦怠、朝起きない、これね、これね、菓子パン食べながらサラダ油ジャブジャブ入れてたらもう絶対これですね。もう若い子たちが全然ダメ、かわいそうかわいそうですよ。だって健全なる精神、健全なる肉体じゃないんだもん。もう若い男の子が若い女の子を見てもときめかないっていう日本でしょ。だから子供生まれるはずがないし、で妊娠もしないしね、やっと妊娠してもすぐ流産みたいな人いっぱいいるでしょ。それなんでなんですか。なんで先祖供養が足んないから違うですよ、栄養足んないんでしょと思います。こういうね、いろんなことです。はい、さあ、それでね、基本を言います。ロジャー・ウィリアムス博士というパントテン酸を発見した先生で、この先生は養蚕の名付け親でもあって、栄養に関してもとことんやった先生ですね。でね、命の鎖栄養チーム、これから言いますけど、これを過不足なく取り入れることで人類は体験したことのない健康を手に入れることができる。この言葉が魅力的で、このこと一生懸命やったんですよ僕。でね、効果は知らない、ああかもしれないで、プロテインはジャブジャブ飲んだりね、あの頃はね、クロレラ随分500回になりましたね、カルシウムだとかね、もういろんな健康食品やりましたよ、何年前、40年ぐらい前やりました。そしていろ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 で、全て健全な細胞代謝のための栄養チームです。健全な細胞が代謝する、細胞が作られて、これが同じ細胞でいるわけにいかないから、ちゃんと分裂して2つになるじゃないですか、また4つになるじゃないですか。この時に絶え間なく材料が供給されないと、ちゃんといい細胞できないってことでしょ。根性だけじゃできないんですからね。というこの栄養チーム言いますよ。これなんですね。炭水化物、糖質、これは点点点点点点ありますから、これ入ってないんです。細胞を作るのはタンパク質、油、ビタミン、ミネラル、植物栄養物質ってことです。で、あの栄養学的なところからいきますと、あのね、炭水化物にタンパク質に油、これは三大栄養素とか言ってですね、これをカロリーでやったわけですよね。これは19世紀にこれを決めたわけです。19世紀にですね、炭水化物 1g でおおよそ4キロカロリー、タンパク質は 1g でおおよそ4キロカロリー、油は 1g で9キロカロリーってことですよね。カロリー栄養学で言うと、カロリーが増えると、油が増えたら病気になります、油が増えたら糖尿になります、油が増えたら太りますって話ですよね。ところが太ってる人見とかなんですよ、みんな油なんか取ってないから。
いつだったか何年前でしょうね、 NHK かなんかの、 あのドラマっていうかなんか そういうんでね、子供にね、ママ今日からダイエットなの、油抜きよとかって言ってるわけ。だからあれ脚本書いてるやつも何も分かってないんだろうね。油抜いてダイエット、あのね、皆さん心臓って油で動いてるんですよ。ご飯で動くときももちろんあるわけですけど、でも死ぬ直前の人はほとんど糖質です。で、油が十分入ってないと心臓ちゃんと動かないんですよ。だから玄米菜食やってる人は危険だから、油を取ってない人は。もう大動脈解離だとか心臓がパーンっていきますから。だから油って、だからその油でもね、いい油を取るかマーガリン取るかショートニング取るか市販のサラダ油飲むか。サラダ油ってあの言葉もね、詐欺ですね。あれね、化学オイルでしょ。サラダ油なんて名前つけちゃダメですよ、あれ。もうインチキ極まりないジャパンですね、化学オイル。なんで化学オイルだか分かりますよね、皆さん。ごま油だって植物性の油は絞ってたら、不飽和脂肪酸だから、こっちだから酸化するわけじゃないですか。酸化するってことは腐るってことですよね。ところが今お家にあるごま油でもサラダ油でも天ぷら油でも、腐った人います？買ってきて封切って下手すると何ヶ月も置いておいてびくともしないでしょ。あれ、もうこの油じゃありませんよ、こっちですよ、化学薬品の油ですよ、あれ。という自覚もない。そして安いからもうそこら中で、僕ね、電子レンジを使いませんから、外食するときにね、大きなこうチェーン店のほらファミリーレストランとかに行くと、あ、電子レンジじゃないですか、みんなチーンって。知ってます？知ってますよね。いつだったかな、どこだったっけな、僕、あ、まずいなと思って、お客様と一緒に入っちゃったから、まずいなと思ってね、どうしようとこのメニュー見ながらね、でこう聞いたの、すいません、僕電子レンジアレルギーなんですけど。そんなアレルギーないけど。聞いたことないけど、電子レンジアレルギーなんですけど、電子レンジ使ってないのどれですか、聞いてまいりますってずっと気になって、一つもありません、一つもないんです。だから、でこの海鮮サラダは、海鮮サラダ、エビとかタコとか乗っかってる野菜サラダがあるわけですよ。これはエビや何か全部冷凍だから電子レンジで解凍してる。でこれクラブハウスサンドのサンドイッチなんだ、パンが冷凍なんですってね。だから焼き目ついてるんだ。でステーキも何も全部その電子レンジだ。すごいでしょ皆さん、そういうの食べてるんですよ。だからそういうの食べるから、ああ、これもうそういうことがあったから、ファミリーレストラン行くんだったらこっちの5年かかってる札幌ラーメンの方がいいかとか中華屋のチャーハンの方がよっぽどいいかと思うじゃないですか。ところがチャーハン食べに行くと今度はサラダ油だからね。だから僕はそこで何か食べる時なんかこれ持ち込みましたから、でこれでやってくれますかって言ったらやってくれるんですという安心。だから僕はこれ持ち込みですから、どこ行くんだろう知ってるとこだったらこれでやって、僕のチャーハンなんかこれでやるわけですよ。たら安心じゃないですか。そういうような私なんですね。で皆さんもね、元気になるにはね、妥協しちゃダメなんですよ。ちょっとはいいんですけどちょっとはいい。で飽和脂肪酸というのはバターとかラードですね。これ使った方がいいですよ、じゃんじゃん。バターとかラード、これはココナッツオイル、こういうものをいっぱい使う。不飽和脂肪酸の方は結論だけ言ってきますよ、魚の油です。一番必要なのは魚の油だから、サプリメントで言うんだったら EPA DHA の魚の油です。アマニ油ではありません。アマニ油みんな使ってるから言ってきます。それはね、ファッションとしていいでしょう。私フラックスエイズ使ってる。アマニ油、エゴマ油いいでしょうね。絞ったままね、そのサッとサラダにかけてパッと食べる分にはいいでしょうね。でもね、炎症がある、アトピーだとか喘息だとかリウマチだとか、そういう炎症がある人は炎症収まらないですよ、その油じゃ。魚の油を入れるってことは炎症を止める目的ですから。
だからがんの方だとか、そういう何か動脈硬化とかある人は絶対に魚の油入れなきゃダメなんです。それからついでに知っておいてくださいね。糖質を入れると、小麦粉、砂糖を入れると炎症反応バーンと上がりますから。でね、これから寒くなるでしょ。今11月ですからね、寒くなってきて年末年始になるとみんなもうクリスマスは何食べるんですか。クリスマスなんか考えなよ、のりちゃん。クリスマスポテトとかさ、クリスマスでさっきね、あのね、以前僕のあの誕生日の時にはね、ケーキなんて持ってこないんですよ。ちゃんとね、優しい愛あふれるスタッフがいますから、ちゃんとクリス僕の誕生日の時には、誕生日の時ね、さつまいもにろうそくです。グーでしょ。ケーキなんて持ってこられたらねえと思いますから。まあというか、そういうことでね、油、砂糖、あのね、これから寒くなってくると何が言いたいのかというと、炎症、寒くなってきただけで自律神経のバランス落ちて、寒さに負けないように炎症を起こすんです。体がそういうふうに自動的になるわけで、自動的になっているところに甘いものを入れるとまたダブルパンチで炎症が起きてくるわけで、そこにこういう栄養とか魚の油とか入れないと、そうするとその炎症が反応し始めてカッ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 ってなって、そして風邪ひいて熱出して寝込むって羽目になるわけだから、寒くなってきたらこれダメですよ。これやめなきゃいけないんですね。ところがやめないんだ、みんな。だからお薬屋さんが儲かるのね、えということになっちゃうわけですよ。だからここからね、簡単に言いますね。タンパク質をしっかりとお取りください。タンパク質って何です。タンパク質は何か、このアミノ酸がいっぱい入ってるやつね。これは一番は何、卵、しじみ、サンマ。サンマが取れないんですってね。今出てきてるみんな冷凍のサンマですね。サンマ、はい、こういうものを一生懸命食べる。その他に豚肉、鶏肉、牛肉ね、豆類、タンパク質をいっぱい食べることが必要です。これ電子レンジかけちゃうとアウトですから、電子レンジかけないでガスでやるか、私たちが推奨するあのスチームオーブンとか、あのエンクローズヒーターでやるとかね、そういうことがいいと思います。はい、でタンパク質はある程度しっかり取らなきゃいけないんです。朝あのね、ご飯食べていいと思いますよ。ガンでもなければ糖尿でもない人はご飯食べていいと思いますけど、ご飯食べるときはできましたら卵かけご飯ですね。血糖値が上がらなくなります。不思議と柔らかい玄米にして卵の黄身でも2つ3つ入れて食べたらすごくいいでしょうね。そういうふうに、がんの方はダメですよ。元気でいるには糖質ダメですよ。 OK。 でね、タンパク質ね、これいっぱいいっぱい取ってください。で、油は、私は、今日の朝はですね、いつもなんですが、コーヒー、あのこういうね、後で商品の説明ちょっとしますけど、ミネラルやグリーンや人参のこれブレンドをガーって飲ん でその後はコーヒーを立てて、無農薬のコーヒーですよ、コーヒーを立てて、そこに油を今日はだいたい 30cc ぐらい、 30g ぐらいですね、あのココナッツ、これを入れました。これを入れて、そしてあのブレンダーでブーッと回して乳化させて、そして飲むんですね。で、乳化させないでたくさん油が入るとね、油がズルズルって入ってるでしょ。そうするとね、パンツを汚すという言葉がありましてズルズルズルって出てきちゃう、気づかないうちに。だから気をつけてくださいよ。だから回すのちゃんとちゃんとブレンダーでよーく乳化させて、で、それがエネルギー源です。それをエネルギー源にして、今ずっと夕方多分6時7時ぐらいまでご飯食べないと思いますよ。で、エネルギー持つんです。油だから 1g 9キロカロリーですから。ちょっと体重を落としたいな、
サイズを締めたいなって方はこれですね。これ食べてる限り絶対あのねウエストサイズストーリーにはならないウエストサイズをやろうとしたらこれやめてこれですね。そして難しいのはこれです。これとこれです。どうやって取るかなんです。ミネラルとビタミンどうやって取るかなんです。